私はいつもと違う格好をしていたから、だいぶ困惑してたと思う。今思うと恥ずかしいくらい。肝心なことはいつも突然やってくる。ライトノベル風に書かせていただいた、なんだろうな、お話を、実際映像にしていただいたんですが、再会は、バイトをしてるんですね。私がカフェでバイトをしているシーンで、実際こうやってちょっとバイトしてみたかったんで、平野一回もバイトしたことがないので、人生で。こんな、こう、働いてたらいいなと思う自分の妄想を書き上げて自分が演じなきゃいけなかったのがすごく大変でした。おはようの一言で目が覚めた。おはよう。行ってきます。ただいま。おやすみ。すごく大事な言葉。毎日毎日使う言葉。おはよう。行ってきます。ただいま。おやすみ。君を思いながら毎日毎日話しかけた。おはよう。行ってきます。ただいま。おやすみ。君とおしゃべりしていると、君は私の中でどんどん大きくなる。それがすごく嬉しくて。から出会いです。これは一番最初のシーンですね。白い水着を着ているものなんですが、水着初めてだったので、晒すみんなの前で水着になるのが初めてだったので緊張もしていたし、でも夕日に照らされて海とかすごい波打ってるのが綺麗で、なんか見てて、なんか家とかで一人で見てて、はー、引き込まれるみたいな感じがすごく素敵だなと思いました。グアムの海また行きたいな。
私の中で君は遠ざかっていくようにも感じられた。自分の中で不安は勝手に膨らみ、いつまで待っても君は来ないのではないかと。人取れないんですよ。物ばっかりしか取れなくて。ちょうどいいです。物行きましょう。物。物あれ取った。ツインタワーとあっちのなんかとんがってるやつ。分かんないかな。分かんない。なんか真ん中にすごい変な雲があったので。撮ってみました。私晴れ女のくせに昨日来た時に雨が降っていたのでちょっと心配になって、雲行き怪しくなってきたかな。今日は一日中晴れてるといいなと思って撮りました。おかしいな、晴れるはずなんだけどな。どうしよう、何撮ろう、何撮ろう、難しいな。写真部だったはずなんですけど、もう何年もカメラを持っていないので、どうしよう。いいじゃないですか。こっち行ってみよう。その花が、さっきカメいたんですよ。マジですか。カメが顔出しててすっごい可愛くって、カメだカメだって言って、みんな集まったらカメがハッて察知してブワーッ